大将館は、かつて存在した日本統治時代の朝鮮の映画館で、ある。1912年11月7日、日本が統治する朝鮮の慶状府桜井町一丁目に、開館する。1914年には、同館の経営者が世界館を買収して、第二大将館と解消したため、同館は一時的に、第一大将館に解消している。 1933年頃には閉館した。同館の開館広告、1912年11月7日。1912年11月7日、日本が統治する朝鮮の形城府桜井町1丁目26番地に大正館として開館した。同地は当時の日本人以外のメインストリートである小金町通りから南に入った裏通りに面していた。 150坪の面積に立つ鉄筋コンクリート3階建ての洋館であり、当時の金額で2万円の建築費で建てられた。会館当時の所有者、経営者は、日田兄弟と呼ばれる日田講師ら兄弟による日田商会で、同年9月10日に設立された日活と契約を結んで、朝鮮における代理店となり、日活の配給作品を同館で公開したり、 朝鮮の他の映画館に配給する業務を行った。日田商会は、同館が開館した2年後の1914年には、世界館を買収して、第二大賞館と解消したため、同館を第一大賞館と解消したが、翌1915年には、第二大賞館を閉館したため、同館は大賞館に戻った。同社は、同年3月には、遊楽館を、 本町一丁目に新築、開館し、同館を含めて2館の日本人向け映画館を経営した。1917年には当時、同府内に黄金館を経営していた早川古修が小林商会の小林喜三郎と組んで有楽館を買収、洋画専門館へとリニューアルしたため、新田商会が同府内に経営する映画館が同館のみとなった。 1923年には2年前に朝鮮に進出した帝国キネマ園芸が当初契約していた中央館が松竹キネマと契約したため同館と契約することになった。しかしながら同館は翌1924年までのわずかの期間に国際活営、ついで松竹キネマへと工業系統を転換して行った。 1925年に発行された日本映画年間大賞13.4年によれば、同館の工業系統は、松竹キネマであり、経営は、新田講師、支配人は、福崎浜幸介、観客定員数は780名、従業員数は21名、内映画説明者が6名、学士が8名であった。同資料によれば、当時の同館のヒット作は、 前年11月21日に東京浅草公園6区の電気館で公開された嘆きの苦弱であるとしている。当時の同館の8名の学種のうち、桑津ずよと、水野重と、村谷美水、京津星、蔡千万の5名の名が記録に残っている。1927年に発行された日本映画事業総覧昭和2年版では観客定員数は変わらず、 工業系統が、松竹、キネマ、ユニバーサル映画、経営は、新田聖一とされており、支配人は引き続き福崎浜幸介。この時の同館のヒット作として、1925年6月20日に、浅草、電気館で公開された、恋の選手。1926年2月20日に、浅草松竹館で公開された、バンドをツサブロウの主演作、尊皇。 同じく1926年3月28日に公開されたオークスコーの3作を挙げている。1929年に発行された日本映画事業騒乱昭和3.4年版では、同館の経営が従来支配人を務めていた福崎浜幸介の個人経営に変わっており、支配人も中水智之介に変わっている。工業系統は、松竹キネマ、 観客定員数は1040名に増加している。日本映画事業総乱昭和5年版も同様である。1931年に閉館したとする資料が存在するが、当時同館が発行していた対象監修法が残っており、1933年4月20日に東京浅草公園6区の帝国館で公開された忘れられぬ花のものがあることから、 早くとも同年後半、あるいはそれ以降に閉館している。大正館を、若草映画劇場の前身であり、大正館の敷地に、若草映画劇場を建設した、とする資料が存在するが、所在地が異なる。映画年間昭和17年版には、同館についての記述はなく、若草映画劇場を改め東方若草劇場についての記述はある。現在、跡地には、 商店が立ち並んでいる。ありがとうございます。